同期ずれやば。あ間違えた。ちょっと待って、やだやだ、間違えた間違えた、サボタンしようと思ったんです。違うんです、違うんですね、これが違うんですよ、これが間違えた、違うんだ、間違えた。え、ちょっと待って、俺だけ見たの。じゃあ天候から行きましょう。はい、下にじゃあ下、はい、集合。インパスターの方は10秒くらい待ってサボタージュとキルお願いします。引きすぎじゃね。あ、今殺したな。あ、やるわ。わあ、マシャカリさん。やべえとこでやってたな、今。誰だったっけな、エレクトリカル配電盤前です。白だけいた、アスナダメで発見しました。白と、黒とオレンジはいた。白黒オレンジ、白の人を、とりあえず確定白の人を、神宮寺さんと先端は、カフェテリア付近で見えました。あ、俺も神宮寺先端は見てるね。高田さん、はい、一緒です。一緒だ、アドミン見ててエレクトリカル4人だったんで多分それで全員ですね。あ、じゃあただ先端一番見てて神宮寺は途中から離れちゃう。謎のラインなんで、なんで、でも僕もちょっと見失って高田さんとこって言いながら、なんでそんな求め合ってんだよお互いこの殺人に関しては源さん、アルトさん、砂鍋さん、サントスさんの4名の中から容疑者がいる。いや、私ってないかつ誰にも会ってないかつエレクトリカルも行ってなくてナビゲーションでずっとタスクやってたので、ということは源さん、アルトさん、砂鍋さんが容疑者。そうです。しかもあのちょうど開けるタイミングぐらいなんですよ。はいはい、そうそう、あの僕が行ったタイミングでもうすでに確か源さんが張り付いてて、はい、で自分もあの配電盤を開いた瞬間ですね。はい、砂鍋さん、開いて砂鍋さん、配電盤を源が直していますので開いた瞬間っていう主張はおかしいと思います、はい、だって開いてあのなんか開いた瞬間にも直ってた、直った。んなんでそのちょっとした多分一応なんでそれが通るんじゃない、源さん言ってほしい、通るとは思う、うん、それは通るとは思うけれど、まあでも容疑者であることは変わりないからな。源は配電盤を直したというもう証明というか自覚があるのでここまで黙っていました。てか源さんが一番最初に取り付いてたのは分かるので、うん、通報するまでの流れもう一回砂鍋さんも聞きたいなと思って、うん、ちょっとね、あのその3人の中から押してもらっていいですか。そうね、はい、ボタン押してほしいね、3人誰かが。3敵に回すと厄介なんだよな。スパチャットありがとうございます。後でお礼させていただきますね、助かります。サントス、まあこれあんま意味ないだな。もう3人だけ喋ってください。はい、現の状況を説明します。現は一番最初に配電盤までたどり着いています。で自分で停電を直しました、はい、で特にあの邪魔、さっきみたいな邪魔入らずに普通に直りました。で直った直後邪魔って言われたんだけど直った直後に砂鮫さんの横に死体が転がっており、ちょっと遠くにアルトさんがいたというのが時系列ですので、距離的な意味でも私は砂鮫さんの方がヒットだと思っています。時点でアルトさんも一応あるくらいです。ちょっと待ってね、アルトさんと砂鮫さんは間違いなく配電盤直してないんだよね。あ、僕はアルトは触ってません、配電盤自体。じゃあ、ケイさんは直したら確定ってことでいい？うん、自分が開いた瞬間くらいに直ったってことは、もうゲンさんが絶対直してるってことだよね。
ね、アルトさんが開いていないのであれば。私は開いてないです。それぞれの視点で誰が怪しいかっていうのを教えてほしいです。直してるのは源さんだと思いますが、直した直後に殺すかどうかは分からないので、源さんが2割、なざめさん8割ぐらいです。自分も同じです。アルトさんが絶対直していないっていうのであれば、源さんが直しているのでアルトさんの黒置きしてますって感じかな。なざめさん目線、死体の位置どの辺でしたか？死体の位置はもうレポートボタン速攻連動しちゃったんで、多分万枚くらいかな。ビクトリからの万枚。うん。とにかくレポートボタン連打な感じです。ちょっと待って、ね、直してる。めちゃくちゃ奪還してる。ちょっと待って、ゲンさんからするとなんでそんなに黒いの、逆に言いますけど。アルトさんと私、今の話は同列だと思うんだけど。同列ではありません。死体の位置に近かったのが砂ざめさんなので、砂ざめさんの疑っているとさっき申し上げました。てかまあ、あれだよね。僕が殺した瞬間に右に動いてたっていう話になっちゃうと、砂ざめさんの意見通っちゃうので、近いか遠いかではあまり判断ないかもしれない。ゲンさんのその開くタイミングってさっき言ってなかった。自分を黒入りしてた。アルトさんと砂ざめさんのうちのうちに一郎いると思うんで、うん、それはそうだと思います。あれだったら僕と砂ざめさん一緒に行動でもいいですし、うん、面倒くさかったらローラーしてもらってもいいです。スキップでいいんじゃない。アルトさん目線であって、ゲンさんも割とあるって感じなんでしょ。まあまあローカルローラーか、でも2割ぐらいですよ。あ、2割か。じゃあまあ、うん、ローラーするか。厳しいかな。その後は閉めたのかな。よいしょ。もう砂ざめさん釣っちゃってるので僕釣りにしてください、はい、みんなどんぐらい疑ってます？えてかあれなんですよね、あの、はい、砂ざめさんさ、だって開いた瞬間鳴ったって言ってなかった？そ言いました。それでレポートを砂ざめさんしてるのっておかしくない？だっておかしいと思う。だって開いて閉じた瞬間レポートでしょ。あまりにも早すぎない？連打というか、どういう状況的に言うと、僕が源さんが直してるのを見たので、もうすぐ後ろの上の方のやつのタスクをやりに行こうとして、離れた瞬間にレポートが光ってレポートを押そうとしたら間違ってマップ開いてレポート押せなかったんですよ。うん、まあでもそれぐらいが普通だと思うんだよね、その速さ的には。うん、砂鍋さんはもう、なんでコンピューターで制御されたぐらいの速さで、プログラミングされてんのかってぐらいのレポート速度だったから。あ、だから、センターの主張的には、釣らなくてもいいんじゃないのっていうことで お話してるってことですか、うん、そうだね。うん、私もなんかそこはちょっとなんか、どうしようか悩んでます。僕は釣りたいかな。安心を買い、まあでも安定。ゲンさん視点どう？ゲンはアルト3まで一応落としときたいですか、ね、落としときたいんだ、そこは。キルしてから逃げるっていうルートもまあ考えてそれを言ったんですけどね。それを言う、だからこそです。いや、だからこそです。なんかそれをしてアルトさんがキルを拾っている理由がよくわからないので、言わなくていいんですよ、さっきの展開だったらアルトさんって。あれ、ゲンアルト同行はダメ？原産は2割ぐらいあるけど、まあないと思ってるので、それだって、てかもう砂鍋さん落としてるから、もうアルトさんを一旦今回の殺害で白を置くかどうかっていうのも決めた方がいい。こう一緒に行動とかするんだったら、もうそもそもローラーするべきじゃなかったと思う。だから原はアルトさんに入れます。アルトさん入れるんだ。シンプルに心配です。結構100-0って感じだったけどね。そうなんだね。まあ、任せますよ。じゃあいいや、俺自分に自動引けるときますね。おお。これでもゲン目線は絶対一度落ちてるので安心はできるんですが、ゲンさんは頑張ってください。はい、ドア閉めないでよ、ドア閉めないで、リアクター先を刺す。あ、押せない。あー、閉めないでほしい。ちょっとね、これ遅くなっちゃうんだよね。
ットや。セーフ。大丈夫と。いいですね。押したの誰でしたっけ？いちたさんと、あと、アルタさんがさっき自分で押してたよね。そうです。と、そうですね、レポートだけか。そうです。ああ、じゃあ、あんま、必要なかったんじゃないかなと思う。あ、マジですか。何を心配してました？原因側での死体があるかとか。ああ、そういうことか。ですかね。あ、まあ、そっかそっか。一田さん目線、僕と源さんが右に2人で行ってるのを見てたので、そこを多分安心を感じた。ああ、なるほど。そうです。ああ、そうです、そうです。キャッキー。いやー、まあ、ちょっと早かったかでも。これ、アルトさんのさ、死に際のあの言葉って何になっちゃう？そう、私もめっちゃ混乱したんだけど。意味があるの？待ってくださいって。なんだろう、ね、何なんだろうって思っちゃったんだけど、いやだからアルトさんが白だったら、うん、あのもうで多分源さんを白く見て砂鮫さんが黒確信だと思ってるから同じ村同士頑張ってくれって言ったのか、もうとりあえずなんかメッセージで言ったのか分かんないけど、いやそう狼でなんか LINE 見せようかなんかごちゃごちゃさせるために言ったのか、なんか両方捉えられる。源アルトさん二郎だった場合は砂鮫さんを源は絶対に殺してダブルキルにしてるはずです。あ、いやじゃあ源アルトとかじゃなくアルトさん自身がインポスターで、まあどことこういう混乱を生ますために言ったのかなみたいな。じゃあ多分もう触れない方が。やめましょう、やめましょう。この話題やめましょう。方がいいと思います。これは混乱の種をまいてるのか。そうね。あんま考えない方がいいかもね。高田さん信じてますよ。俺もあの自分は。源さんはもう白いっていう判断でいいですかね。配電盤をやってたからっていう理由で。まあもしかしたらアルトさんがなんかそのさっきの源さんが結局アルトさんを殺したいって言ってたから、ちょっと疑う姿勢もしっかりみんなに持ってよっていうメッセージ性なのかもしれない、白だったらね。まあ、アルトさんも砂鮫さんも配電盤直したとおっしゃってないので、ゲンが配電盤直した事実だけは、そうです。確定情報としては持っておいていただきたいです。はい。はい、だと思ってます。はい、あか、もうこれ以上考えとこう。彼の遺言はもうなかったことにしよう。ボタン押さないで。押さないでほしい。よし。ボタンを消費させまくって、タスクをめっちゃ遅らせるしかないな。動機ずれやば。あ。間違えた。ちょっと待って。やだやだ、間違えた間違えた、そのターンにしようと思ったんです。違うんです、違うんですね、これが違うんですよ、これが間違えた、違うんだ、間違えた。え、ちょっと待って、俺だけ見たの？弁当動きませんでした今。弁当動いた、動いた、動いた。やっぱりリアクターの、リアクター、リアクター誰だ、ちょっと待って、うわー、くそ、こういう時に行こうか。サントスさんと僕はエレクトリカルにいました。です。あの、全く同じこと私もお伝えします。はい。なんで、サントスクロス違います。はい。神宮寺は廊下に閉じ込められました。そもそもリアクター直したのは？はい、僕と先端と、もう一人なんか、真後ろいなかったっけ、僕の。あ、誰だったっけな。先端に僕いて、でリアクターはもう終わったんで、それでタスクやってセキュリティとかの間の廊下行ったらロアエンジンからゲンさん見えたところでパシャッと閉まったんで、うん、で分断されて僕は高田さん探してたら高田さんっていう中でポチってなりました。ゲンはロアエンジンの方にあのインポスターが移動したんじゃないかと思って下見に行きました。うわー、俺もねリアクターに入るの見て、数字順番に押すタスク、俺と一緒にやって、一田と一緒にやってた人って誰ですか？あ、神宮寺です。あ、神宮寺さんか。はい。俺、こんな村と、あのタイミングで入ると思わないから、もうマジで記憶がないわ。色が。ベント使うとか、何のメリットがある？誰も死んでねえのに。どこベントでしたっけ？どこベントでしたっけ？リアクター下です。クリオリン2点の先端なんですよ。なんか結構、アルトさんを釣らせないように、釣らせないようにっていう、なんか、意思を感じたんですけど、その理由ってだって何だったんですか？うん、
だって共通認識じゃなかった割とアルトさんだってゲンさん自身がだって言ってたんでアルトさんは無理だって言ってたからもう砂鮫さんでしかもさ僕が言ったじゃんあのさ画面開いて速攻レポートとかさ機械的すぎて間に合わんからっていう話をしたじゃん無理だって言ってましたけどゲンさんはアルトさんに入れてるんですよね結局無理っていうかまあ優先順位は低いというそうだからそうだからゲンさんはおかしくねって話をしてたんだよねあれさえ見てるわとりあえず忘れないクロスさんは白いですサントスクロスで今は白いですこれちょっとファッション的な話なんですけど高田さんが自分で弁当入ってこのリアクションは難しいと思いますそうそうえてかまあ押さないでしょそもそも確かにされとんの。あるんだよ。そうなんだ。今誰だっけ？ハイデンバーの前いたの。ジングジもいました。エレクトリカル4人いましたね。アドミ見てたんですけど。多分エレクトリカルですよね。死体。センターさんはいらっしゃったの見て、僕ハイデンバー触るのなんかまたやっても嫌だなってちょっと引いたら。レポートっていう状態ですね。でも全く一緒です。ハイデンバー1回も行ってないので。ゲンさんと最終位置、なんか4人だから合ってるか。私最終位置アッパーエンジン。はい。だからしかもそもそもあれじゃね。イエーイ。もうこの容疑者でいいんじゃない？ないんじゃ。誰かしらと行動すればいい。多分今の感じだと、僕神宮寺目線は先端さんゲンさんなので。ゲンはキルの寸前目撃してませんが、死体を確認したくて、リポートが出てるにもかかわらずしばらくうろうろしていました。センターさんにお聞きします。死体は具体的にどこに位置にありましたか？いや、もうレポートあったから鳴らした。ちょっとわかんない場所。多分前だと思う。これめっちゃ重要な情報だと思うんですが。そう、それ言われてもな、光ってたから。でも大体光ってたら遅くない？その理論は通らないと思うけど。ジグジグ目線は、エレクトリカル停電入って、で、配電盤のところにセンターさんくっついてるのは確認して。てか、わかった。じゃあ、リアクターでさ、その弁当の話だったじゃん。うん。で、神宮寺さんを、リアクターの終わった後見た人いますか？しっかり姿を、水色。ロアエージの扉、パシャのところで、セキュリティ側のところでゲンさんと分断されてるのは僕は見えてるんですけど、ゲンさん。ゲンさんが見えてるかわかんないですけど。うんうん。扉越しに、ロアエージンが。いや、それ、いないのか、見てる人が。ゲンがロアエンジンに行ったことをゲン自身でロアエンジンにいましたという前に神宮寺さんがお伝えしたっていう時系列だったと思うのでそうですね先にお話しした神宮寺さんはまあ割と間違ったことは言ってないかなと思いますはいなんか先端一打釣れば終わるかなって思っちゃう先端さんが割と僕は先端さんかなと思ってます人になってます今俺今アドミンで見てましたバンクロイなんだろう誘導しようとしてるかすごいかなと終わんじゃね終われタスクしっかり終わりそうよっしゃーちょ違うんだよ違うんだよマジで間違えて入ったらあんな入るわけないじゃんあんなとこで違うんだってマジで違うのよバカすぎでしょリアクター直した直後に入るのあれはキルボタンと間違えちゃった感じサボタージュサボタージュサボタージュ多分入ったなるほどめっちゃ最悪気持ち分かるマジで最悪すぎあんなとこ弁当作んなよごめんなさいちょっと
あんなにエレクトリカルすぐ黒候補になると思わなかった。やっぱり砂沢さんが黒だったか。あとごめんなさい。あ、いえいえ、あのでも考えてしまって。一応でも多分配電盤開いて閉じては筋通ってるかなと思ったんだけど、なんであそこまで黒くなったのかがあんまりよく分かってないんですよね。いや、あれはタイミングだと思います多分。あれはね、まあ、別に一応筋は通ってるんですけど、原産を黒くするためにちょっと言いましたね。砂沢さん、はいはいはい、あんなに黒かったのにアルトさん釣るのって流れを作りたかったんで、確かにちょっと言わせてもらいましたね。センターさんは多分身内切りなんだろうなと思ったけど、あ、ゲンさんこんなに黒く見えるんだっていうのがすごく意外だったっていう。特に黒く見えてた。まあでも聞くまでは黒く見えてた。黒く見えてたのか。一応なんか自分の理屈だと配電盤開いた瞬間に治ったからすぐタスク閉じたら死体があったからレポートレンダーで一応通るかなって思ってて、だからあれ案外通んねえな、まあ、ありえないことはないですね、うん、ちょっと可能性は低いというか自然ではないですけど、この3人でしか視界を共有してないから、もう安心。あとはその治るのが早くって思ったよりもまあ時間かかるんだろう今回もと思ってたらゲンさんが先に張り付いてましたね、はい、うん、では助かりました。あれでも4人いましたよね確かあの時4人いてマサカリさんを殺してるのでナナメさんが、はい、言ってくれましたわほんまに。いやだ、まあ、あれは 選ばなかったです、あの偶然の3分の1の切るボタンがあったからとりあえず押してみたら速攻停電治ったから倒んの早ってさっきのその開いたらすぐ治ったっていうもののやつに持ってこうかなぐらいしか考えられなかったですね。ちょうど僕がついたぐらいでゲンさんがもう張り付いてて横に動いた瞬間に治ったんですよね。もうちょっと治んの時間かかるかなって思ってたな、結構早くたどり着いた自信あったので。現目線だと配電盤を本当に一人で素直に直したんですね、パチパチパチっと。で直した直後にファーッと明るくなった時に右に砂亀さん1死体、さらに右にアルトさんっていう時期です。なので素直に砂亀さんが一番怪しくなるという。まあ多分でもなんかそこの2人っちゃ結構なんか結構このゲーム特有のあれがあるからね。まあ一応そうですね、安全を買いたかったですよ。で僕が、まあ、あの発言したから源さんが不安になったって。はい、だからあ、まあ一応言わなくていいことを言ったからでしょ。いや、源さん目線は全然言わなくていい情報なんですけど、村目線は言っとかないと混乱するから、うん、全部言わないとなって。いや、僕ゴースト目線で高田さんが弁当入ったセンターさん見たときに、あ、勝ったと思ったんですけど。いや、そう、俺もね、見たのに。でも見たんで。入る終わないから記憶がぶっ飛んで誰か。これあのまさかすぎるからな。高田さんが二度見とちらっと二度見で振り返って俺その前で動けなくなったもん。あれ誰だって弁当の前でずっと立っていたのがすげえ面白かった。友達になっちゃった。めっちゃ悪かったですね。このリアクションは絶対白ですよね。黒でやってたらすごいなと思って。そう、これ黒だったらもう演技派すぎてやばいと思って言う必要もないですしね。